はい、皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、高橋みともです。はい、今回仮面ライダー01の34話の感想です。見たけど何かいいと思った。どこにしたん的にハテナ界でした。2月からはですね、毎日日曜日に更新するようになったので、あの感想とかで、今まであのスーパー戦隊とかの紛れみたいなのをまとめてやってたんですけど、それ効果ねえっていうのははっきり分かったんで、こっちに元に戻しましたとか、あとメインの久しぶりの撮影でさ、そんな感じでございます。ということで、ご視聴ありがとうございました。